どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーで敵を抑え込むためのポイント6選となります。トライストリンガーの役目といえば敵の邪魔をして抑え込んだり、一角で仕留めてチャンスを作り出すことですよね。ですが使えたての人や前になかなか出れない人からすると難しい行動かと思います。そこで今回はトライストリンガーで敵を抑えるためのポイントを6つほど紹介したいと思います。抑えるための基本の話なども混ぜて話していきますので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。1つ目はとにかく2箇所を見るということです。これに関しては視野の広さを身につけるためですね。抑え込むとなると相手を効率よく倒すことかと思いますが、それをするためには自分自身の索敵力を上げないといけません。予測という部分にも近いものがありますが、予測するためにも視野の広さは必要不可欠です。そのためにもまずポジションを2箇所しっかり見ておくのが手っ取り早い方法になります。相手を探すよりもポジションを覚えた方が見つけやすいのもありますからね。また2箇所見ておけば少なからず1人は相手を発見できるので、メインで攻撃をしていきましょう。2つ目は視野が広い場所から攻撃することです。これは1つ目と関連もありますが、視野を確保することが大事です。相手を抑え込むときに必要なのは早く見つけることです。この早く見つけるというのは視認することであり、攻撃を通すことです。そのために壁が多い場所などのような視界が悪い場所だと見づらいだけでなく攻撃を通しにくくなります。攻撃の角度が小さいというと分かりやすいかもしれないですね。ですが視野が広い場合は攻撃の角度も大きくなります。視野イコール攻撃角度と言ってもいいかと思いますが、それくらい視野はトライストリンガーにとって大事なことかと思います。角度が広く取れればそれだけ多くの敵の邪魔ができますので、しっかり広げて攻撃していきましょう。3つ目は侵入口の理解をすることです。視野の話については抑えることはできましたが、それだけでは足りません。効率よく相手を抑えるにはそもそも移動を抑えることが大事です。移動が制限できれば簡単に抑え込めますからね。例えばですが、皆さんもこんな経験したことありませんか？自陣から移動してたらウルシアトリプルが飛んできて中央へ行くことができない、または巻き込まれてデスしてしまった。これは中央への移動ルートがある程度決まっているので、相手が抑えとして侵入口あたりに攻撃をしているからです。侵入口を理解し活用することでこのように効率よく抑えることができます。理解することの大事さが分かりますよね。弓の場合はメインの射程を生かして抑えることもできますので、有効な手段となります。スペの温存ができるのでそれもいいことかと思います。また侵入口がわからないという場合は、自分たちの移動ルートを想像してみると分かりやすいかと思います。こういった時は敵視点ではなく自分視点っていうのが一番分かりやすいですね。それでは息抜きついでに弓に関する前提の話をしていきたいと思います。ここまではポジションに関わることを中心に話してきました。まあ、ポジションを抑えるだけで有利になるっていうのは分かりますよね。ですが有利になるには射程も理解していないといけないという部分があります。戦い台からどこまで攻撃が届くのか理解してるだけで立ち位置は大きく変わりますからね。変に前に出すぎないっていうのも出てきます。さらに最長射程で攻撃を当てれることが要求されますので、最長射程の当てるコツなども抑える必要があります。ポジションを取れたけど攻撃が当たらないという場合は、一度当てるコツなどを見直しておきましょう。4つ目はポイズンで事前警告することです。抑えるにはポイズンミストを使うの？と思うかもしれないですね。相手を抑えるとなるとメインの攻撃を当てることかと思いますが、場所によっては倒すのが困難なことがあります。そういった場所に対してメインを当てようと躍起になると、時間かけすぎて敵に囲まれるきっかけを作ってしまいます。
そういった時に手っ取り早いのがポイズンで事前に警告をさせる方法です。だいたい5秒ほどですかね、それぐらい場所を制圧できます。わざわざポイズンに突っ込んで場所を知らせる敵はいないですからね。また高所にいる場合、投げるだけで移動してくれます。ポイズンに関しては敵がいなくても取られたくないポジションに投げるのはとても有効です。そこに近づけなくなりますからね。チョウザメなどイメージしてもらうとわかるかと思います。高台に投げてしまうとどこに立っていいのかっていうので左右に分かれていくのがイメージできると思います。もしメインが通しにくいけどいそうだなとか、あ、壁裏いるなとか、まあ、ここ離れてほしいなっていう時は積極的に投げて抑えていきましょう。まあ、抑えると言っても倒すことだけではなく引かせるっていうのも抑えの一つだと思います。5つ目は攻撃の手を緩めないということです。ここに来てメインの話になりますが、抑える上ではとても大事なことです。でも攻撃の手を緩めないって当たり前じゃないかと思うかもしれないですね。これは試合全体を見てみるとわかる部分です。指の攻撃としては射程を生かすためにフルチャージして敵を狙っています。この狙ってる時間が攻撃の回数に影響を及ぼすわけです。要はテンポよくしっかり攻撃を続けていられるかが大事なわけですね。狙いすぎていると全く攻撃はできないですからね。またテンポよく攻撃することは敵に対しての圧に変わります。攻撃が来ない意味は大して脅威ではないですからね。テンポよく攻撃することで相手に面倒くさいと思わせ交代させるためにはしつこく狙い続ける必要があります。そのためにも攻撃の手を緩めないことは常に狙っているよという敵への合図になりますのでとても重要になります。狙いすぎてインク切れをする場合は3回に1回イカ潜伏をちょっと挟むということをするとインク効率が良くなりますのでそこだけ覚えておいてください。6つ目はメガホンをしまず使うということです。メガホンに関しては攻撃の起点や防衛に使えるので重宝するかと思います。ですがトライストリンガーのメガホンに関しては惜しまず使うことが相手を抑えるきっかけになります。特に有効なのは相手の攻撃に対して邪魔をできるという点です。邪魔ができれば味方の前衛も動きやすくなりますのでかなり有効です。まあ、そのまま前衛が上がっていけば抑えれるきっかけになるんですよね。だからこれとしてはチーム全体で抑えに行くっていうイメージです。まあ、攻撃の起点として使っていくっていうのが有効です。メガホン自体を当てることが難しいという武器になりますが、相手の邪魔に関してはかなり有効ですね。狭い場所ならさらに効果を発揮することができます。まずは敵を無理やり動かして試合を動かすきっかけを作るために使用します。相手を押し込むことができれば敵陣にいる相手に対して使うことにより事故を誘発できます。仮に倒せなくても相手は避けるしかないので時間稼ぎができて抑え込むことが可能になるというわけです。そういった点から押しまず使っていくことが相手を抑え込むきっかけになるため温存しすぎないことが重要になります。6つ目に関してはメガホンの使用回数がかなり大事になってきますので足場の塗りなど暇な時にちょこちょこしておいていつでもスペシャルを使えるようにしとくというのが必須になりますのでそこだけは気をつけておけばいいかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーで敵を抑え込むためのポイント6選はいかがでしたでしょうか。弓で抑え込むとなった場合、キルを要求される部分もありますが、そもそも相手の動きを制御させることが大事です。そのためにもしっかりポジションの把握や相手の場所を理解して有利に運ぶことが大事になります。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。